トムズサイクリングです。こんにちは。こんにちは。今日はホイールについてお話ししたいと思います。はい、はい、ホイールってどんなイメージですか？まあ、まず正直なこと言うと、ホイールって最初やった時にどこっていうレベルでした。タイヤでしょ。そうそうそう、タイヤとホイールって何が違うのっていうレベルでした。そうなんだよね。タイヤってあの黒いゴムのところ、で、ホイールっていうのがこの、まあ、金属のところっていうイメージです。はい。超初心者、はい、初心者におすすめのロードバイクのホイールについてお話ししたいと思います。はい、まあ、まだ買われてない方も買った方もまず最初に思うのは、ホイールって高いな、思うと思うんですよ。それな、ママチャリだったら平気で5台とか10台とか買えちゃうような値段で売られてるのがホイールになります。はい、ただ買えて思うのは、それだけの価値がホイールには僕はあると思っております。はい、本当にね、走りが劇的に変わるような気がします。というか変わると思います。はい、僕結構そのパーツ変えた時の、変化っていうの鈍いタイプだと思ってるんですけど、タイヤとホイールに関してはもうすぐ分かりました。今回紹介するのは、ミドルグレードって言われているような、まあ、その初心者がちょっと手を出しやすいところのお話をします。はい、価格帯でいうと大体5万円から、まあ、高くても10万円ぐらいかな、定価でぐらいのホイールについてお話していきたいと思います。はい、はい、で、調べてきたのは、私ではなく、写真嫁です。はい、なんて言ったって多分次そのグレードを買うことになるのは、嫁だからです。そうですな。そう、ヨキさんだからです。そうですな。まあ、またちょっとつたないおしゃべりになりますが、頑張って話すので聞いてください。はい、お願いします。はい、ですね、ちょっとさっきも言ってたそのミドルグレードっていう、レベルのホイールの中で、まあ、おすすめされているのがちょっと4つあったので、それぞれちょっと特徴とかお話ししていきたいと思います。多分ロードバイク乗っててホイール変えたことがある人、調べたことがあるっていうのはもう予想がついてると思う。多分ある人はあれだろうなっていう。そうね。じゃあ一つ目、はい、一つ目はカンパニョーロのゾンダ。はい、はい、これは多分ね、もうご周知の方はたくさんいらっしゃると思いますが、このゾンダさんというのが、まあ、やっぱかなりおすすめはされていまして、剛性、硬さ、あとは回転力、重さ、この3つのバランスがすごくいいのに、まあ、コスパというか、まあ、ちょっと価格帯も割合優しめというところと、あとやっぱ見た目かっこいいみたいな、まあ、そんなちょっとハイスペックな子がゾンダちゃんらしいです。ミドルグレードのメジャー中のメジャー、AKB でいうあっちゃんみたいなね。2つ目は、フルクラムのレーシング3。はい、ちょっと名前がめちゃかっこいいっすけど、レーシング3、レーシング3、フルクラムってその数字が少なくなるほど、いいホイールに。ああ、なるほどね。そのレーシング3は、スペック的にはゾンダとほぼ同じだそうです。ただまあゾンダよりちょっと剛性は強いみたいなので、まあなんかちょっと固めで反応がいいっていうモデルだそうです。硬いってことはちょっと足に来やすいってことにもなると思います。まあ、これはフルクラムの個性かな。重さどうでしょう。重さが 1560g、 ゾンダと比べると 20g
重め。価格はどうでしょう。価格は調べたところ大体6万円からちょっと高いところで見ると8万3000円とかっていう。ああちょっと高いぐらいなのね。見た目でもかっこいいかもしれない、ね、うん、あそうだね。ゾンダも好きですけどどうだろうね。あそうそうそう、あの後ろのホイール の、うんうん、あのスポークって、うん、あのなんて言うんですかね、ここのあの棒の組み方が、うんうん、フルクラムとカンパは、うん、ちょっと変わってます。でそのね好みもあるかもしれない。うん、3つ目3つ目、はい、もう3つ目だよね。もう3つ目、はい、3つ目はシマノから出てる、はい、RS500 っていうモデルです。はい、ね、うん、この前まではアルテグラっていう名前だったと思うんですけど、うんうん、RS500 に名前が変わりました、うん、で僕アルテグラには乗ってました、うんうん、前ね。どうよ。めちゃくちゃいいですよ。めちゃくちゃいいです。あそうなんだ、はい、何がいいって、うん、あのチューブレスが使えるんですよね。あなんて言ったって乗り心地が良い。あ、うん、重さは、うん、そう、1649だから、まあそうだね、ちょっと重めかな。そう、ちょっと重いかもしれないです。でも値段もちょっと安いです。値段が安いです。定価で48000とか。そう、じゃあ最後4番目、はい、4番目はマビックから出てるキシリウムエリートというモデルになります、うんうんうん、こちらはですね、やっぱ剛性がちょっと高いだけど軽いっていうのが特徴だそうです。なのでまあちょっと足には来やすいけど、こう加速したりとか踏み込んだりとか、あとは坂道をこう登る、ランシングするとかっていう時の反応がとてもいいそうです。ちょっとこれの価格なんですけど、なんかタイヤ込みのちょっと値段になっていて、それで、うん、8から9万円ぐらいっていうところです。タイヤが何使ってるかわかんないけど、まあ、うん、いいのだでもいいのって結構しますからね、うん、タイヤだけでも。そうね、そう考えるとまあ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 他のと大差ないか、うん、ちょっと高いぐらいかな、ちょっと高いかなって、うん、まあ、でも見た目結構ね、マビックはちょっとかっこいいところ、ね、そうなんです、うん、だってマビックは見た目がかっこいい、うん、そう、あの黄色がいいよね、うん、黄色が映える、黒の中に黄色がたまらないよね、かっこいい、うん、ということで、4つ紹介してみました。で、ご報告があります。はい、今、ヨピさんが調べてくれたオイル4つのうち、うん、どれかを買います。イエー、もう注文済みです。イエさあ、どれでしょうか。う、説明の熱でつくかもしれないけどそうだね。でもね、ちょっとあえて出さないようにしたところもあります。いや、今すごい軽くライトな感じで喋ってる、うん、うん。まあ一個言うとシマノではないです僕がただ単純に熱く語ってただけで、そうだね、私一言も喋らなかったからシマノの時はこんな感じ。はい、まあね、その買ったホイールの紹介もまたしていきたいと思います。はい、そう、とうとう軽くなります。よっしゃ、鉄ゲタがマジで嬉しいです。多分絶対楽になると思う、うん、うん、こんな感じで、じゃあ、はい、ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、トムズサイクリングでした。ピコーン。